私はそんなつもりで人を従えたりはせぬ。覚えておけ。話は終わりだ。みんな持ち場に戻るがいい。聞こえなかったか？つくよみ様。なんだ。もしやとは思いますが、我らの目的を忘れてイロカに。うわ、これも覚えておけ貴様。次はその首をはねる。くも、いるのだろう。多分お前があの木陰に隠れたあたりからだな。怖くはないのか。我々の目的聞いたのであろう。調子のいいやつだ。あの時も気がついた時は、こんな星空だったな。綺麗だった。悔しいほどにな。柔らかい地面に大の字になって、ずっとしばらく見上げていた。不思議な気分だった。
察しの通りだ。お前と同じだ。私は20世紀からだ。奇妙だな。もう10年になる。最初は地獄かと思った。どこまで歩いても見も知らぬ土地。それまで当たり前だったものが何一つない世界。正直、途方に暮れた。その後は正直覚えていない。とにかく体力の続く限り歩いて、ハヤトという南の部族の長に拾われた。そこで生きる術を、生き延びるための技を身につけたのだ。それが私、ハヤトの戦巫女、つくよみの巫女だ。思ったことなどない！ここは最初、地獄だと思った。けれど、私のいた世界も似たようなもの。いや、むしろここの方が数段マシだ。ここは居心地はいい。ここでは大勢の者が私を敬い、かしこまって接してくる。生活だって満ち足りている。それに、ここに飛ばされてきたとき、妙な力が宿って、この通りだ。なあ、つくも。知ってしまった以上、
私と来い、ハヤトに。私は戦巫女だ。ハヤトの大王と同じ、いやそれ以上の力を持つ。お前がその気なら私が便宜を図ってもよい。私に逆らえる者は一人もいないのだからな。理由か？きっかけはなんとなくだ。だが同じ未来人と異世界で出会う、偶然というより運命か何かを感じた。私の勘はよく当たる。それにお前のこと嫌いではないしな。同じ境遇の二人だから分かり合えると思う。お前となら何かうまくいけそうな、何か面白くできると思っている。私と来い、つくも。何？そのことか。お前に聞こう。それならなぜ人殺しはいけない？犯罪だからか。言っておくが、ここには警察もなければ法律もないぞ。それに
それを咎めるものはない。残虐だな。見ていて気持ちのいいものでは決してない。まして当事者になればな。だが慣れてしまえば獲物を狩るのと同じだ。今回の一件、言い訳はせぬ。する気もない。多分今のお前には分からんだろうな。初めは何も憎まず、ただ穏やかに暮らしていた者も、生活を脅かされ命を狙われた時は剣を取る。近しい者が殺されればなおのことだ。どちらかが生き残るまで戦いは続く。我々隼人はある国と同盟を結んでいる。そしてその国は邪馬台という強大な国と敵対関係にあるのだ。その邪馬台と同盟し、常に支援を送り続けているのが泉。直接彼らに恨みはないが、同盟した国の敵は我らにとっても敵。できる。泉は数十の村から成り立つ国だ。それらの長は皆女王イザナミに心酔して服従している。厳しい年貢を課せられてもな。もしそれが亡き者となれば、泉は一気に瓦解するであろう。そうなれば邪馬台も弱体化は必然。そうすれば我々の隼人も。どういう意味だ。まあよい。ことが成功すれば我々の同盟であるクマソも今後の助力を約束している。わかるか。これは我らの国を守るための戦いだ。少し喋りすぎたな。ついムキになった。許せ。つくも、ここまで明かした以上は一緒に来てもらうぞ。殺しをしたくなければそれでもよい。横でおとなしくしてるがいい。
そうか、嬉しいぞ。お前ならきっと近いうちに分かってくれると思う。案ずるな。お前は私が守る。だから休んじていいよ。明日も早い。もう寝るがいい。皆には私がうまく言っておく。気分はどうだ？そうか。これに着替えよ。我々は邪馬台の使者として潜り込む。時間がない。早くかかれ。それ以上は聞くな。お前が気に病むことではない。お前は何も知らないし、何も聞いてない。そうだろ？
妙なことにこだわるな、お前は。いいではないか。人間は誰しも自分を正当化するためなら何とでも言ってのける。誰も咎める者はいない。特にここでは。な、それに安心しろ。それは奴らの着替えだ。死人から剥ぎ取ったものではない。当然であろう。第一、その格好では泉はもちろんどこの村にも入れんぞ。なんだ？用もないのにジロジロ見るな。変なやつだ。どうした？もう疲れたか？無理はするな。と言ってももうすぐで着くが。そうだな、あと少し。あそこを曲がってしばらく歩いたあたりだ。今はまだ見えないが、じきに見えてくるだろう。大きな村だからすぐにわかる。当たり前であろう。何のために着替えさせたと思っているんだ。そうだな。そうだろうな。そうだな。泉がどれだけ豊かになろうが、我々には関係のないこと。だが、これだけの土壌、隼人にもあれば他にも。行くぞ。日暮れ前には着かなくてはな。Thank you.
知り合いか？そうだ。ご挨拶痛み入る。それで御身は？ごめんなさいです。私この泉で巫女の見習いをしております幸家の伊予姫です。幸家と呼んでくださいです。月灘の巫女と申す。坂田の巫女の後任としてこの度泉に参った。ああ、通りで。通りで。いえ、前は司書と聞けば確か年配の方ばかりだったので、ごめんなさいです。ひょっとして、司書様もかなりなご年配で？私はまだ若い。何がおかしい？あ、そちらの方は？私の部下だ。なあ、つくもの御事。